はい、言いづらいわ、言いづらい、皆さん、全世界の皆さん、はじめまして、アルビノと言います。アルビノのボーカル、翔太、そしてギターのコウジです。そしてもう一人、メンバーのジュン君と3人の、グループというか、バンドですね、なんですが、去年から、活動しまして、9月5日についにメジャーからですね、ファーストアルバム、アルビノのファーストアルバム、アルフレーバー、リリースが決定します。イエーイ。1年間、ずっとやってきてですね、まあ個人的な話をしていいですか。いいよ。1年前まで、ものすごく北海道で、一般人だったんですけども、ものすごく一般人です。ものすごく一般人でしたが、こういう世界に入りまして、何が一番苦労したかと言いますと、歌もそうですが、MC です。ライブ中の、ああそうだね、ですね、ものすごく重要なんですけどもね、その MC の引き出しをですね、増やしましょうということで、キャスティの、光荘という、ところですね、生配信、翔太のしゃべくり THE 3 MINUTES という、番組をやっております。皆さんからお題をもらってですね、それについて3分間話したり、そして見てください、もちろんミュージシャンですから、皆さんからリクエストをもらって演奏したり、演奏したり、歌を歌ったり、あと、いろんな場所に行ってですね、その旅を、みんなに見てもらったりですね、いろんなことを、しながら、番組をやっております。ぜひそちらの番組も、見てください。ということで、アルビノ翔太と講師でした。でいいのか番組見てね